まずは安楽座の体勢を少しキープします骨盤を立て左右の座骨を草が根を張るように大地へ下ろしていきます背骨が丸まってしまうなという時はまだお尻の筋肉や骨盤周りが硬いのでクッションなどで高さをつけて少しの間心地よい呼吸をキープできる姿勢を作っていきましょう足首を骨盤前で交差させ背筋伸ばして 上半身の余分な力を抜いて、手の位置は膝の上で手のひら空へ向けるか、おへその前で手を重ね合わせる。もしくは、膝の上に手のひらつけて、心地よく腕を伸ばして、自分に合う体勢を選んでいきましょう。骨盤の真上へ、胸の中心、 胸の上に頭頂というように、一本線でつなげるようなイメージで、正しい姿勢で座ると呼吸が取りやすくなり、エネルギーの流れが良くなると考えられています。顎を軽く引いて背筋伸ばした姿勢で呼吸を繰り返して、深い呼吸をするにはどんな姿勢が自分に合ってるか、好ましいのか、どんなことに気づきますか 徐々に意識を内側へ向けていきます。どんなことが浮かびますか浮かんだもの、人、出来事を吐く呼吸で一度手放していきましょう空を流れていく雲を見つめているイメージで 流れていく雲の中で、一つの形の雲に気づいたら、遠くへ流れていく。吐く息で肩の力を抜いて、体全体の力みを抜いて、骨盤がさらに大地へ重たくなっていく。吸うときに体を新鮮な空気で満たして、 吐いて手放す準備のできたものを藍と一緒に外へ手放してあげましょう。はあ、呼吸をもう一度深めてゆっくりと目を開け。 目の前にある床の色空気の匂い少し意識を向けて手のひら空の方へ向けて腕を外旋させ通呼吸でゆっくりと手を空の方へ持ち上げて頭の上で 手を重ね合わせ各呼吸でその腕を手を胸の中心へ戻して合掌アンジャリムドラ吸って手を膝の上戻し吐いて鼻を右の方へこう描くようにそして吸って中心吐いて下の方でこう描いて鼻左の方に吸って吐いて右吸って 吐いて、て、左へ吸ってそして次の吐く時に右に鼻を持っていったらその状態で体勢をキープして左の首筋に心地よく呼吸を流してあげて左の腕大地の方に伸ばして指を立てて息を吸って 吸って、吐いて、心地よければ無理をしない程度に指を少し斜め後ろの方に歩かせて、さらに左の首筋のストレッチを深めていきます。鼻から吸って、鼻から吐いて、んもう少し重みが欲しいなという人は、反対側の手、右の手を 左側の頭の上に軽く乗せるようにして、引っ張るのではなくて、軽くただポンと乗せていきます。鼻から吸って、吐いて、次の数呼吸でゆっくりと頭に乗せている手を解放して、 こう、甲を来た道を戻るように、中心へ戻して。後ろに伸ばしている、手も元の位置、膝の上にゆっくりと戻して。一度ここで呼吸を整えていきましょう。左右にもう一度鼻で、こう、描いて。 自分の呼吸に合わせてゆっくりと動いていきます。鼻から吸って、中心へ戻り、吐いて、横へ、吸って、中心へ、吐いて、そして次の吐く呼吸の時に、左の耳が左の肩に近づいたら、そこで動きを止めていきます。 右の腕横に長く伸ばして余裕があれば指先を斜め後ろの方にゆっくりと歩かせ右の首筋に心地よい伸びを感じて吸う時に首筋に呼吸を送るようなイメージでさらに左の手ゆっくりと頭の上にポンと乗せていきましょう 鼻から吸って、鼻から優しく吐いて、指先前後に前後ろと動かして、心地よいポイントを見つけて、そしてもう一度呼吸を深めてというふうに、自分の体の調子を聞きながら、 耳を傾けながら繰り返してゆっくりと乗せていた手を下ろし次の数呼吸でもう一度来た道戻って中心へ戻っていきましょう,うんゆっくりと吐く息で肩を力を抜いて次の数呼吸で尾骨大地へ伸ばし胸の広がり感じ 背骨伸ばしたままキープして吐くときに顎を軽く引いてお腹へこませ胸骨盤の真上頭頂は胸の上シュシュムナの流れ背骨の中に心地よい流れを作っていきますそしてゆっくりと四つん這いに自分のペースで前の方に動いていきましょう手首肩の真下 膝はお尻の下に持っていきます。そして手のひらと大地のコネクションをしっかりと感じてあげて、左右に体を少し揺らしてみて、緊張を少しほぐしていきましょう。ゆらゆらと揺らして、吸って鼻から、そして吐くときに後ろの右のお尻の方を振り返って、右側の体側を絞って、 吸う時に中心へ戻り吐いて今度は左側のお尻後ろを振り返って左側体側絞っていきます吸って目線前中心に戻って吸う呼吸で背骨を長く伸ばして次の吐く時にしっかりと 手のひら大地へ押してあげて左右の肩甲骨中心から離しておへそ背骨の方へ引き寄せて吸ってお尻を突き出して恥骨がおへその方から離れて胸が広がる前方へと伸びていく背骨吐いて背中丸めて猫のポーズ 吸って前へ足のポーズ最初の動きが骨盤から始まり首はそれについていくようなイメージで動いていきましょう吐いて吸って前へ自分の呼吸の音を聞きながらそれに合わせて心地よく。 キャット顔を繰り返して次の数呼吸でニュートラルな背骨に戻ったら足のつま先親指をお互いにつけて膝は心地いい幅を広げてあげてそしてゆっくりと座骨をかかとの方に下ろしていきお腹を大地の方に近づけて 少し左右に上半身ゆらゆらとさせてあげて、素形部の緊張を緩め、で、準備が整ったらおでこをゆっくりと大地に下ろして、チャイルドポーズ。鼻からゆったりと吸って、鼻から吐いて、目の周りの緊張も解放してあげましょう。 吐く呼吸ごとに座骨がだんだん大地に重たくなっていくようなイメージ。そして次の数呼吸でもう一度四つん這いに戻って、つま先を立てていきます。手のひらしっかりと広げ、手のひらでマットを前に押し出すようにして、それと同時にお尻を空の方に持ち上げ、ダウンワードフェイシングドック。 片方の膝を曲げたら、もう片方の膝は後ろ側伸ばしてあげて、自転車を漕ぐようなイメージで、ゆっくりと左右に交互に動かして。鼻から息を吸って、吐くときにもう少しかかとを大地の方に下ろせるかどうか試してみて、ぎゅーっと、次のう呼吸で、左の足を 両方の手の間へと運んでいきます。左の膝の真下にかかとが来るように、右側の足はぐっと後ろの方に、できるだけ遠くの方に、後ろの方に伸ばしていきましょう。この時にお尻の前面部分がマットの前のラインと平行になるように、できるだけお尻を四角形になるようにしていきます。 次の吐く呼吸で背骨を軽く丸めてキャットカウでいう猫のポーズ吸って牛のポーズ吐いて背骨丸めて目線地面の方吸って前の方に上体を少し持ち上げ背骨伸ばしてもう一度吐いてお尻後ろの方にそして左の足の膝裏心地よく 伸びを感じて、目線大地へ向け、鼻からゆったりと、息を吸って、鼻から吐いて、次の数呼吸でもう一度手を前へ歩かせ、背骨を心地よく伸ばして、後ろの足持ち上げて、息を吸って吐いて、足を 足の筋肉をしっかりと骨の方にこう引き寄せるようなイメージで、それと同時におへそに力を入れて上体を起こしていきます。吸って、吐いて、バランスを崩れないように、ここで少し頑張っていきます。吸って、前の膝を伸ばして、後ろのかかとは持ち上がったまま、指先空の方に、 ぐーっと伸ばして、吐いて前の膝を曲げて、それと同時におへその方から左側に上体をひねって、指先は前後に。そして後ろの手を前へ運んであげて、手のひら重ね合わせ、指を頭の後ろで組んだら、今度は右の方にターンしていきます。鼻から深く息を吸って、体の中心軸を感じたら、 そこから胸の中心から放射線状に伸びていくエネルギーを感じて指先ゆっくり前後に伸ばして骨盤の真上に胸、胸の真上に頭頂を持っていきます次の数呼吸で前の足を伸ばして左の指先ぐーっと空の方に天井の方に持ち上げて左側体側伸ばして 吐いて、前の膝もう一度曲げて、ゆっくりと手を、左の足の左右に下ろして、後ろの足はターンさせてあげて、右の手のひら大地へ下ろしたまま、左の手、指先天井の方に、おへその方から左の方に上体をひねっていきます。数呼吸でゆっくりと指先大地に下ろして、 左の足を後ろへステップバックもう一度ダウンワードフィーシングドーク体の体側両脇をぐーっとしっかり手のひらを大地に押し付けてあげることで座骨の方へぐーっと伸びていくのを感じて鼻から吸う呼吸が背骨の内側を通って鼻骨の方へ向かっていくイメージ吐く時にもう少し 足が大地の方に重たくなる。次の数呼吸で、肩を手首の真上へ持っていき、プランクポーズ。おへそがだらーんと大地にならないようにしっかりと背骨の方に引き寄せて、辛い人は膝を下ろしながらゆっくりと体を大地に下ろして、次の数呼吸で少し上体持ち上げ、コブラのポーズ。 入っておでこをゆっくりと大地に下ろしつま先を立て上半身持ち上げ膝も持ち上げて吐いてコアの方にエネルギー集めたらもう一度座骨を空の方に持ち上げダウンワードフェイシイングドッグ足の裏で一歩ずつ大地踏みしめるようにしながら 両手の方へ運んでいきましょう。一歩ずつゆっくりと。数呼吸で、かかとの方から座骨に伸びていくエネルギー吐いて、頭の頭頂台地の方へ。次の数呼吸で、コアに少し力を感じて、上半身を持ち上げて、背骨を長く前の方に伸ばして、顎を軽く引いて、 座骨の方から頭の頭頂にかけてまっすぐ伸びるように吸ってそして次吐くときにゆっくりもう一度前前前屈打たなさら首の力ストーンと大地の方に預けていきましょう力み上半身の力み解放してあげます次の数呼吸で 足をしっかりと大地の方に重力を下ろしてあげて背骨一つ,つずつゆっくりと積み上げて最後に頭の頭頂をストンと乗せていきます肩軽く回して後ろの方に吸って吐いて吸って鼻から吐いてかかとの方にもう少し 体重が重がたくくなっていくように。次の吸う呼吸で足の裏から跳ね返ってくるエネルギーを頭の頭頂そして指先へと集めて次の吐く呼吸でおへそをちつがいにしながら前へ前屈吸って胸を前へ長く伸ばして背骨前へ伸びていく吐いてもう一度前へ前屈 膝を少し伸ばしすぎないように少し緩めてあげて、次の数呼吸で左の足、後ろに運んで、右の足も後ろへ運び、次の吐くときにコアにもう少しエネルギー集めたら、ゆっくりと座骨を空の方に引っ張られていくように持ち上げ、足の後ろ側、特に膝の裏、ふくらはぎ、心地よい伸びを感じて、鼻から吸って鼻から吐いて、 そして次の吐くときに、右の足、手の間へと運んであげましょう。右の足首の真上に膝を持っていき、後ろの膝、ゆっくり大地へ下ろして、長く骨盤から頭の頭頂にかけて背骨が伸びていくのを感じて、鼻から左のお尻の前方部分に空気を流してあげるように、心地よい伸びを 左のお尻前方部分に感じて、次の吐くときにお尻を後ろに運んでいき、前の膝後ろ側伸ばして、吸って、もう一度背骨長く、胸前へ、吐いて、軽く背骨丸めて、吸って背骨伸ばして、鼻からゆっくりと吐いて、 もう一度お尻を後ろへ運び、背骨を丸めて、少しコアを使ってあげて左右バランス崩れないように、吸う呼吸で手を前へ歩かせ、背骨も長く前の方に伸ばして、後ろの膝、大地から持ち上げて、鼻から吸って吐くときにもう一度コアの方にエネルギーを集めて、 足の筋肉をしっかりと骨の方に引き寄せるように上半身持ち上げ最後に頭の頭頂を背骨の上にポンと乗せて鼻から吸って指先天井の方に長く伸ばしてあげて次の吐く時に上半身おへその方から右側へひねって手は前後へ伸ばして。 右の手前の方へ持っていきもう一度指先天井の方へ前の膝伸ばしてしっかり足でバランスをとって指を頭の後ろで組み次の吐く時に上半身左へ向けて左の足の裏は大地にしっかりつけて斜め内側45度くらい体の中心から放射状に 広がっていくエネルギーとともに腕前後へ伸ばして右の膝しっかりと足首の真上に上半身は前かがみになりすぎないように骨盤の真上に胸胸の真上に頭頂が来るように目線前の指先中指へ向け集中力高め呼吸を深めて もう一度数呼吸で体の中心軸感じたら、吐いて前の膝伸ばして、右側の体側伸ばすように、右の手、指先、後ろの方へ、吐いて前の膝を曲げて、ゆっくり手を足の左右に持っていき、後ろの足つま先、マットの前へ向け、 前の足の状態グラグラしないようにしっかりキープしたまんま吐く呼吸で上半身右の方へひねって右指先空の方へ鼻から吸って鼻から吐いてゆっくり右の指先大地へ下ろして鼻から吸って新鮮な空気骨盤の方に向けてあげて次の吐くときに右の足を後ろへ 骨、空の方に持ち上げもう一度ダウンワードフェイスイングドッグ鼻から深く息を吸って一度口から吐いて少しか,かかとを吐く息とともに大地の方に重たく下ろしていきましょう次の数呼吸で 肩を手首の真上へ運び、プランクポーズ。背骨長く一枚板になったように。吐いて、ゆっくりと上体を大地の方へ下ろし、吸う呼吸で上半身持ち上げ、アップワードフェイスイングドック。吐いて、コアの方にもう一度エネルギー集め、座骨空の方に持ち上げ、下向きの犬のポーズ。 今日最後のダウンドックのポーズです。指先しっかりと広げて、手のひらと足で大地とのつながりを感じて、数呼吸で膝をゆっくり大地へ下ろして、四つん這い、つま先も寝かせ、両方の膝をお互いにつけて、ゆっくりおでこを大地へ背骨を丸めて、 手を足首の真横へ持っていき手のひら空の方に向け腕は心地よく大地へ休ませてあげて徐々に意識が体の内側へと向かっていきますそのままの状態をキープしてもいいですしもう少し動いていきたいなという人は次の数呼吸で。 手のひら、頭の真横へ持っていき、ゆっくりとお尻を空の方に持ち上げて、頭の頭頂からおでこを少しマッサージしてあげるように、体を前後に動かしていきます。無理をしない程度に少し体のコアを使ってあげながら、前後に呼吸に合わせて動いていきましょう。 次の数呼吸でゆっくりお尻を大地の方に下ろしていき、指先を骨盤の後ろ仙骨の部分で組んであげて、もう一度吐く息でお尻少し持ち上げ、頭の頭頂は大地へ、そして組んだ腕を空の方に持ち上げて、しっかりと腹筋を使いながら上体をキープしつつ、その組んだ手を 元の前の方へ誰かに引っ張られているようなイメージでぐーっと持っていきます。ゆっくりと手を仙骨へ下ろし、そして額を大地へ、ゆっくりつけて、お尻もかかとの方へ下ろし、手の甲を大地へ預け、腕を楽にして、尾骨の方からいついつい背骨を積み上げ、 頭の頭頂は最後に背骨の上に乗せていきますここからクーリングダウンのアーサナを行っていきます必要な方はォルスターブランケットやクッションなどを用意しておくとより深いアーサナに入っていきやすくなります普段使わないなという人も、えー、試しに使ってみてもいいかもしれません それでは足を前へ伸ばしてあげて背骨は長く座骨の方を大地に押してあげてそれと同時に跳ね返ってくるエネルギーを頭のちょ頭頂さらに空の方に伸ばしてあげてまずは膝を軽く曲げてスタートしていきますこの時に丸めたブランケットを膝の下に引いてあげるとえ膝の後ろ側の伸ばしすぎの防止にもなります 親指と人差し指で足の親指をつかむか足の裏に手を回していきます呼吸が少し浅くなっているなと感じる人はこの時に座骨の下にクッションか枕引いてあげても呼吸を取りやすくなります鼻から吸って鼻から吐いて 自分の呼吸のリズムの音を聞きながら、体の声に耳を傾けていきましょう。もう少し膝の後ろ側伸ばしたいですかもしくは前屈深めたいですか自分の呼吸の空間どうでしょうか状態をもう少し起こした方が取りやすければ、そうしてあげて、 体の声に耳を傾けていきます。ゆっくりと手のひら大地へおろし、尾骨の方から、吸う呼吸でいついつい積み上げて、上体を起こして、鼻から吸って鼻から吐いて、呼吸を整えていきます。軽く膝を曲げて、足の裏大地へ、 手を前の方へ伸ばし、手のひら空の方へ。ゆっくりとコアを使いながら、目線はおへその方に向けるように、ゆっくりと尾骨の方からいついつい背骨を第一へ預けて、最後に頭の後ろ側、マットへ下ろしていきます。手もゆっくりと第一へ、足も伸ばしてあげましょう。 吸ぐ呼吸で膝を曲げて空の方に足の裏大地へつけてマットの幅広げてお互いの膝つけて心地よく腕を左右へ広げて鼻から吸って次の吐くときに膝を右の方へ下ろして吸ってもう一度膝を空の方に入って膝左側にバタンと持っていき 吸って中心吐いて右で心地よければ目線を膝と逆の方に向けながら体全体もひねりを加えてきます吸って吐いて自分の呼吸に合わせながら膝をパタンパタンと動かしていき体にひねりを加えてあげることで 腰回りの緊張を解放してあげます。もう一呼吸していきましょう。鼻から吸って、吐いて、吸って、もう一度膝を空の方に持ち上げたら、ゆっくりと足を伸ばして、つま先は少し外側に向けて、腕は心地いい幅広げて、もしくは手のひらをお腹か胸の上、 持っていきましょう。シャバーサナのポーズを行っていきます。鼻から深く息を吸って、口から一度吐いて、吸って、吐いて、肩の力を第一預けて、 顎の位置はどうでしょうか少し持ち上がりすぎてるなぁと感じる人は首の後ろに枕を置いてあげても心地いいかもしれません。呼吸に合わせて自分が好きな言葉を響かせてあげましょう。息を吸って、I am 吐いて、Home 吸って自分と吐いてつながる吸って I am 吐いて home 吸って自分と吐いてつながる呼吸と体、体と心 心と魂つなげて、息を吸って、愛を受けて、内側にもらって、息を吐いて、外側へ愛を与えて、吸って、愛をもらって、吐いて、愛を与えて、 吐いて,吐いて繰り返す呼吸の音海の波打ち際のようなその心地よい音その流れに少しの間身を委ねてみましょう今日も一緒にヨガの練習をしていただきありがとうございました。 優しさに満ちた一日でありますようにナマステ